東口入口長野駅は、長野県長野市大畑栗田及び南千歳一丁目に、ある、東日本両角鉄道、品野鉄道、長野電鉄の駅である。長野県の県庁所在地、長野市の中心駅で、県内最大規模のターミナル駅となっている。標高361メートル。北陸新幹線は、浅間の始重点となっているほか、輝き。 白鷹の全列車が停車する。JR 長野駅の事務官コードは51114である。JR 東日本の北陸新幹線と、新越本線、品野鉄道の北品野線、長野電鉄の長野線が乗り入れている。長野電鉄の駅には、駅番号として N1 が付与されている。新越本線は、長野県内は当駅が終点、北品野線、 長野線は東駅が起点である。在来線については、新越本線、北品濃線の他にも、豊野駅を起点とする JR 東日本の飯山線の列車が、北品濃線経由で、また、下野駅を終点とする JR 東日本の、下野井線、及び同じく、篠野井駅を終点とする信野鉄道の品野、鉄道線の列車が、 新越本線経由で乗り入れている。品野鉄道の両路線は、もともとは新越本線の一部を成しており、当駅は新越本線の中間駅であった。北陸新幹線の開業に伴う並行在来線の経営分離により、1997年10月1日に品野鉄道線の区間が移管され、 ついで2015年3月14日の延伸開業により北品の線の区間が移管され、現在の形となった。長野駅は、実質的には、品野井線の終点駅でもある。長距離輸送としては、当駅を始発終着とし、名古屋駅までを結ぶ特急、品野、岡谷駅を経由して、 飯田線飯田駅までを結ぶ快速、ミソズ、大糸線南小谷駅までを結ぶ、臨時快速、リゾートビューふるさとがある。長野駅周辺の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成改築前の仏閣型駅舎改築前の、京上駅舎計護面許線のホームを持つ、地上駅である。 在来線ホームは西側3面5線、新幹線ホームは東側2面4線である。乗り場発車メロディー発車メロディーが流れる前は、各番線ともに、間もなく、番線から行きが発車します。という放送が流れる。なお、新幹線や特急シナノなどと接続を設定している列車は、上記の列車が長野駅に遅れて到着し、乗り換え時間に余裕がない場合、 発車予告放送が繰り返し放送される場合が多い。各番線の発車メロディは以下の通り。在来線ホームでは、全、ホームとも定築制作のメロディを使用している。2006年2月28日までは全、ホーム同じメロディが使用されていた。ただし、ワンマン列車については発車メロディを扱わない。新幹線ホームでは、2015年1月31日から、 長野県の県下シナノの国を使用している。制作はスイッチで、編曲は福島直也が手掛けた。また、2015年1月30日までは、11.13、番線は JRSH1 から32.14、番線は JRSH1 という五感工房制作のメロディを使用していた。駅舎、 改札口2015年の北陸新幹線、金沢延伸に伴い、長野駅は、大尾差と列中を特徴とする、新駅ビルと一体的に建設された五代名駅舎に建て替えられた。大尾差し及び列中は、長野市が建設し、JR 東日本がそれと一体的に、新駅ビルを建設した。その結果、それまで存在していた、ディリアは取り壊されたほか、 ウエストプラザ長野からのペデストリアンレッキが延長され、新駅ビルとつながった。また、JR 長野駅と長野電鉄長野駅とをつなぐ、エスカレーター及びエレベーターが新設された。また、緑横の駐車場は、立体駐車場となった。古くは、仏閣駅舎が有名だったが、長野新幹線開業と同時に、近代的なデザインの京上駅舎に改築された。 延べ床面積も、新幹線駅が約1900平方メートル、在来線駅は約1600平方メートルと、旧駅舎の約2.5倍となった。その一方で、四代目駅舎に対しては一部市民や、県外の長野市出身者の間では、仏閣駅舎復元を望む声もあり、2007年11月と12月には、相次いで、 市民や市出身者で作るグループ JR 長野駅舎復元を願う会が JR 東日本長野市舎と長野市に対し仏閣型に戻すことを求める署名と請願書を提出した。これに対し JR と市ともに明確な態度は示していなかった。しかし2009年7月14日に長野商工会議所のメンバーが長野支社を訪れ長野駅を 門前町らしい駅舎にしてほしいという要望書を JR 側に提出した。これに対し JR 側は関係者の意見などを聞きながら駅舎改築を検討する旨の回答をした。その上で2013年1月21日、JR 東日本は北陸新幹線金沢開業時に新駅ビルの建設を決定した。全港寺口と 東口の2つの大きな出入り口があり、東西自由通路及び東西連絡地下通路でつながっている。市街地側が全港寺口。東口側は北陸新幹線開業に伴う改修で、ペデストリアンデッキが新設され、ゆめりや北中通りに直通している。なお、ペデストリアンデッキは現在一部共用中であり、 東口周辺の再開発事業である、長野駅周辺、第2都地区画整理事業が、2016年度に完了するまでに、全線供用される予定である。直営駅であり、下野井線の小バス停駅と東海山駅及び、新越本線の下野井駅、阿も駅間の各駅を、管理している。改札口は、在来線改札、新幹線改札、新幹線、 在来線乗り換え改札、緑口改札の合計4カ所があり、すべて自動改札である。2008年3月15日のダイヤ改正において、新幹線で JR 東日本のモバイルスイカ特急券のサービスが開始されたことに合わせ、新幹線改札や新幹線、在来線乗り換え改札において、モバイルスイカが利用できるようになった。また、 2016年3月26日のダイヤ改正で Suica ックス、フレックス、パルの利用ができるようになった。さらに2020年3月14日のダイヤ改正で新幹線リ、e、ーチケットサービスで Suica スが利用できるようになった。このサービスの導入によりモバイル Suica 特急券は2020年3月13日でサービスを終了した。なお、 緑口改札は在来線側のみにあり、係員もいないため、新幹線を利用する場合や、自動改札を利用できない切符は利用できない。在来線改札と新幹線改札、緑の窓口、ビュープラザなどは、全港寺口と東口を結ぶ自由通路に面している。また、2015年3月14日から、 在来線の駅が品野鉄道との共同使用駅となることから、同年2月28日より品野鉄道の発見窓口が在来線改札をに併設された。ただし、発売している、県主は、北品野線及び、連絡運輸を行っている飯山線と妙高はね馬、ラインの切符、それに一部の規格乗車券と、六門の指定席プランの切符のみである。 駅構内の一部の店舗及び併設されている緑、長野の店舗では、スイカが利用可能である。自動対外式所再動機が、在来線コンコースの改札口近く、在来線コンコースのトイレ前、新幹線コンコースの改札口近くなどに、設置されている。三代目駅舎1936年の善光寺、五会長の年に合わせて建てられた三代目長野駅舎は、 種目作りと、東ー,ーフを取り入れた、日本風のデザインで、仏閣型駅舎として、大古祖駅、奈良駅、二条駅などと並んで全国に知られていた。設計は、上主日、思考は、佐藤組。鉄筋コンクリー、占い構造だが、和風建築の造形美を出すために、屋根の部分だけは木造だった。前光寺境内にあった、ニョゼビメ像も、 同駅舎建設に合わせて駅前に移設された。また、駅舎入り口の駅名表は1955年の全校寺ご会長に合わせ当時の全校寺館所である東伏見寺広氏の記号した木製のものが掲げられていた。1998年の長野冬季オリンピック開催に合わせて長野新幹線の開通が決まり、 平成8年に4代目の京城駅舎が完成し、保存要求もあったようだが、旧駅舎は取り壊された。この時、ニョゼビメ像も撤去されたが、観光振興のストーリー作りのため、後に、駅前広場に、再び設置された。ありし日の姿は、映画、略称、連続車殺妻、君をふんどの川を渡れなどで見ることができる。貨物取扱い、専用船、 JR 貨物の駅は専用線発着の車扱い貨物の取扱い駅であるが2009年3月14日のダイヤ改正以降は貨物列車の発着がなくなっている2009年3月までは駅北側から分岐する東京ガス保有の専用線に接続していた新潟燃焼長野輸送所向けにネギ駅から灯油などの到着があったまたかつては 三輪向け LPG 輸送でも使用されていた。晩年は臨時専用貨物列車が、篠野井駅から一本のみ設定され、赤車を牽引し到着していた。変装列車は、北長野駅へ向かった後、篠野井駅へ戻る形となっていた。専用線発着以外の一般向けの車扱い貨物は1968年まで行われ、 全光軸地側商業地付近に貨物ホームがあった。コンテナの取扱いに対応するため、北長野駅へ移設された。長野電鉄の駅は、JR 長野駅全光軸地側地下にある。JR 線との連絡改札はなく、JR 線から乗り換える場合は一旦駅舎を出てから、エスカレーター、階段、エレベーターを用いて下る必要がある。入り口は、 非常に多く、全校寺口の目の前からエスカレーターで連絡するものや、バスターミナル横からエレベーターで降りるもの、東口側から連絡通路を通ってくるものなどがあり、さらに長野東急百貨店や駅ビル緑、長野東急霊ホテルとも地下で直結しているため、様々な方向から入ることができる。コンコースは、地下1階にあり、友人改札、自動券売機4台。 駅ツトム室、駅長室、宿直室がある。また、自動券売機右手には、定期券売り場があり、乗車券類の発売のほか、グッズの販売なども行っている。改札隣には、超点観光の旅行センター、旅プラザがあり、宝くじや超点バスの定期券、長野市バス IC カード、クルルが購入できる。2007年に、自動対外式除再動機が設置された。 改札前には、待合所がある。また、待合所東口寄りに、JR 長野駅への連絡エスカレーター及び、エレベーターが設置されている。トイレは、多機能トイレを併設した、男女別の推薦式で、改札外の地下通路に設置されている。かつては、現在のロータリー横エレベーターの場所の階段が、前行寺口からの最寄りの入り口だったが、2015年の、 全校寺口再開発の際に出入り口を駅入口前に移設。同時にエスカレーターとエレベーターが設置された。ホームは地下2階にある。串形ホーム2面3線の地下駅で2番線のみ乗降分離されている。終端駅のため各ホームには車止めが設置されている。その他、運転取扱室、乗務員、控え室、電気室、 機械室、発電機室などがある。なお、非常用階段が各ホームの市役所前駅側端部にあり、長野大通り地下の南千歳大断地下道まで接続されている。また2015年に駅構内照明が全面に LED 照明化されている。なお、ホームの幅がやや狭いため、列車到着前は一時的に改札を打ち切ることがある。 かつて地上駅だった頃は、島式ホーム一面2線で、国鉄長野駅との間に、貨物列車などの直通列車用の連絡線が存在した。乗り場主な駅弁は、下記の通り。在来線2番線では、蕎麦屋の営業はない。かつては、在来線待合室で、蕎麦どころ、福獣層が営業していたが、2020年に廃止された。在来線3.45番線では、 立ち食いそば店、すそばな号が営業していたが、2020年11月30日を、もって閉店した。近年の推移は、以下の通りである。JR の全港寺口、緑口方面、ペデストリアンデッキ、東口前風景 JR 東口方面全港、寺口のバス乗り場は1番乗り場から9番乗り場まで、あり、1から6番乗り場は、 ロータリー内に、7.8番乗り場は、ロータリー向かいの長野大通り沿いに、9番乗り場は、ターミナル通り沿いにそれぞれ設置、1番乗り場のみ、善光寺駅と明かりやすいように屋根が大きくなっている。日中、中心市街地を、順環運転している、コミュニティバスグルリン号は4番乗り場から発車し、善光寺大門経由で一周し、長野駅に戻る。なお、 7番乗り場前のウエストプラザビル内に、アルピコ交通長野駅前総合案内所が、9番乗り場前の末広町ビルディング内に超電バス、長野駅前案内所がある。なお、乗り場番号は2015年に一度変更されている。以前は、裏口とされ、乗り入れる路線は、ほとんどなかったが、駅社改築に伴う整備後、主に県内のスキー場や行楽地へ向かう、特急。 急行バスなどが東口発着に移された。なお、2015年3月10日より、全校寺口バス停との混乱を防ぐため、それぞれの以前の番号プラス20の数が、不満されている。西口が、全校寺口と相性が付けられてるのに対し、東口は、現在も相性は定められてない。新幹線、輝き、白高、浅間、特急、品野、 臨時快速、追いコット、並びに、品の鉄道の、品野サンライズ号、品野サンセット号、軽井沢リゾート号、6門の停車駅については、各列車記事を参照のこと。注釈出展報道発表資料新聞記事、JR 東日本品の鉄道、長野電鉄品の鉄道長野電鉄。ありがとうございます。